開幕戦総合8位だったんですけど、はい、昨年よりもこうキレが出て、はい、こう強さみたいなのもちょっとこう感じたんですけど、はい、そのあたり、まあ、開幕戦終わってみてどうですか。今回はシーズンオフにちょっと1ヶ月間アメリカでトレーニングさせてもらったんですけど、その時にその世話になった方にすごいいろんな悪いところとあとはアメリカ人のいいところをすごい教えてもらって、でそこをすごい練習して、あとトレーニングもすごいちょっと内容を変えてみたんですけど、それがちょっと良かったかなと思う。あと帰ってきてから平田選手と走るようになって、はい、でそこがすごいいろんな面でお世話になって良くなってるんじゃないかなと、はい、思ってます。そうですか、はい。まあ、今シーズン、はい、今シーズン意気込みをお願いします。意気込みですか。去年はやっぱり開幕前に怪我してちょっとそれでだいぶ長引いちゃって、はい、あまりいい走りができなくてだったので、まあ、今年は本当に表彰台に登るとかもうすごいとにかく上でゴールできるように意識して、なんですか、もう目標が何位以内とかじゃなくてもういけるだけ行く、はい、自分の理想の走りに近づけるだけですね。はい、そうですか。ここの第2戦、はい、コンディションマディなんですけど、はい、そのあたりはどうなんですかね。まあ、嫌いじゃないんですけど、はい、まあ、なんていうんですか、慌てちゃったらマディは良くないので落ち着いて、はい、なおかつ攻めの走りができるように、はい、ちょっと明日は頑張りたいと思います。わかりました、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。